救援物資、中盤から終盤にかけて天から与えられる。中にはレア度の高いアイテムが複数入っており、必ず勝利に貢献してくれるだろう。皆さんどうも、オレンジくんです。今回は救援物資を取って、勝ちに行きたいと思います。誰かいねえよな、大丈夫だよな。よし、よし、誰もいない、いけるいける。よし、え、チャンネル登録を。次元爆弾最強説。シーズン10で追加されたエクスプローシブバットラング、本来は手裏剣のように敵に投げるアイテムだが、このように物に当たると刺さったままになり、回収も可能だ。もちろん回収はせずに、敵が当たれば爆発する。また刺さらずそのまま爆発してしまう場所もあるみたいだ。今回は救援物資の下にこれを仕掛け、次元爆弾として使っていく。最初のターゲットがドリフトボードに乗り姿を現した。今回のオレンジの居場所はここだ。遡ること3分。移動がしやすい高い位置で待機していたオレンジが着陸。次元爆弾を仕掛けていた。すべて爆発すれば250ダメージ。開けようとすれば即死は免れないだろう。この絶妙な距離感でオレンジは見ていた。誰か来てくれ。来た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 、頼む頼む。たあっ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 、デサボンの俺は今助走をしている。なぜなら助走をしている。助走に理由なんてない。俺はただ助走が好きなだけ。次のターゲットがオレンジに気づかず現れた。彼は物資を目の前にして完全に周りが見えなくなっていた。めっちゃ足音する。後ろっぽい。来た来た来た。バレてないバレてないバレてないぞ。もうちょっと近く、もうちょっと近くで。爆発しろ爆発しろ。あれ、やばい。テサボンの電気回し。ブシ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 。俺があれを取って、俺が勝つんだよ。俺がビクロイを取るんだよ。さあ、何が入ってる？なんだこの匂い。ロケランか？次元爆弾。しまった。なぜこのように先回りできているのか疑問に思う人も多いだろう。オレンジが実際に行った手順だ。サニーステップス。実力のないオレンジは端っこの町におり、宝箱を片っ端から開けていた。手裏剣が出てきたタイミングで敵にバレないようにすぐに上のプレッシャープラントへ登る。基本このプレッシャープラントで救援物資がマップに現れるまで待機だ。一定時間経つとこのように救援物資マークが現れるので、現れたと同時にこの風で近くの物資へ飛んでいく。そうしてオレンジはみんなより先回りして次元爆弾を仕掛けていたというわけだ。草になることに味を占めたのか、またもやオレンジは隠れていた。草の中にピエロ。正直マジでキモい。
正直この時限爆弾作戦最強すぎた。開ける前では爆弾はほぼ見えず、うまく開けたとしてもアイテムが散らばり見分けることが難しい。こんな最強すぎる爆弾を開発してしまったオレンジは、自ら作品を見せびらかしていた。そんな中ターゲットが現れた。当たり前のようにやられてしまったが、果たして。来た来た来た。うん、まあ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 、まあこうなるでしょう。さあ、さあどうだ。グッドさんのテーマは。おい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 、さっきはてめえよくもやってくれたな。おい、おれ次は絶対引っかかんねえ。お前のアイテムだけ持って帰ってやる。この作品を自慢したいオレンジはいろいろなところで展覧会を開いていた。後ろから後頭部を撃たれたって、そんな痛み忘れてしまうほど楽しかった。自分は死んでしまうけど楽しい。なぜならこの時限爆弾は100発100中だったからだ。この後を想像するだけでニヤニヤが止まらないのさ。もはやオレンジの中でフォートナイトは爆弾ゲート化していた。バレなかった。もはや猛者でも気づかないのではないか、オレンジは思った。残り5人の最終局面。武器、頭脳、身体能力、己の全てを出し戦うバトル王の最高潮。全てを破壊、ロケラン。中距離で射抜け、アサルト。近距離最強、ショットガン。圧倒的連射力、マシンガン。謎の道化師ザーコ。モサが集うこのフィールドの中で最後の検証を行う。そして最後のターゲットが現れる。果たして。気が狂ったオレンジは次元爆弾をドリフトボードにつけ、敵との相打ちを狙っていた。敵視点で確認してみよう。最後まで見ていただきありがとうございます。みんなに伝えておきたい大切なことがあります。今コメント欄とかでこの説やってとか、こういう企画どうですかとか、トラップを仕掛ける前の動画、過程が見たいとか、いっぱいリクエストいただきました。それを実現していくためにこの映像チャンネルをサブチャンネルとして、みんなからリクエストに応えてそういう動画を投稿していきたいと思います。もちろん今まで通り映像も投稿していくので、そこは安心してください。おそらく来年からの投稿になると思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。